皆さんお待たせいたしました。大会は2日目を迎えています。パリ・サンジェルマン、前の試合では敗れてしまいました。さあ今日はどんな試合を見せてくれるんでしょうか。コナミカップトーナメント、モンテディオ山形対パリ・サンジェルマン、試合は1回戦セカンドレグに入っています。解説には元日本代表の北澤剛さんをお招きしています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さて北澤さん、今日の見どころをお願いします。はい、そうですね、両チームとも本来いろいろと仕掛けられるバリエーションありますからね、そういった意味で期待できる試合がありますよね。はい、そしてディフェンスラインの崩し方、切り込み方などにも注意してみたいですよね。パリ・サンジェルマンとしても特にトップでつなげるまでの流れでどんなことをやってくるかもしれないので見ものですよね。はい、今日は非常に楽しみな一戦を迎えています。ご紹介が遅れましたが、今日のピッチレポーターは岩本照夫さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ジェペス、ディフェンダーとしてプレーします。今前半がスタートしました。ここはいきなりシュートですか。いや、気持ちが前に出てますね。ヘッドで競る、スペースを狙う、ファールを取られました。まあ守る側からすれば危ないシチュエーションでしたからね。フリーキックになります。強引に行きます。おっと、危ないところでファール、ファールです。やはり抜けるとチャンスになるところですからね。おっと外れた。残念だ。狙ってきましたね。今のは丁寧に通しかったんですけどね。いい位置にいました。仕掛けてきた。さあここまで上がってきました。右足決まった。素晴らしいゴールですよね。前半開始早々、モンテディオ先制のゴールを挙げました。最後はやっぱりこの男かな。しかし立ち上がりすぐの得点になる。モンテディ早くも1点をものにしています。はい、まだ焦る必要はないと思うんですよね。ヘッドでの競り合い、自分で持っていく。ああ、いいプレーですね。中央上がっていきます。カウンターになるか。狙った。ゴール。同点に追いつきました。前半まだ始まったところ、パリ・サンジェルマン、とどめの一発。エドゥアール・シセ、右足で決めました。スタジアム中が大歓声で揺れています。でもね、今のはうまく決まりましたね。さあ3点差のついた試合となってしまいましたが、いかがでしょうか。そうですね、試合運びと気持ちの両方で差がついてしまいましたね。なかなか前線で攻めあぐねている様子。ヘッド決まった。入りましたね。モンテディオ、望みをつなぐゴール決まりました。あら、ゴールネットの左隅を揺らしています。今大会2ゴール目。ここはね、見せてくれましたよね。そうですね、ご覧のように画面にはリプレイが出ています。
点差を縮めています。さあ追加点が取れるか。これは枠から右へとそれました。もっと空中での競り合い、今行けますよ。クリアしたのはレオナルド。ダイレクトで出す。これいいボールですよ。ピンチを逃れました。ここで流れをつかみたい。一気に来た。あっと後ろから足がかかったか。なんとここでイエロー。さあ今のファールリプレイです。後ろから行ってますからね。そうですね。フリーキックとなります。おっとタックル。ああいいタックでしたね。スペースを使う。読まれた。中にいなかったんですよね。中へ通す。ちょっと合いません。おっとこれ大きいか。滑り込む。ここには誰もいない。ヘッド。右からのコーナーキックになります。パリサンジェルマン絶好のチャンスを得ます。危ないところでした。とここで抜けていく。カウンターチャンス。一人で上がります。ここで激しいロングシュート。根本狙ってきましたが枠からそれました。思いっきり打ってきましたよ。そうですね。ここはねリズム変えようとしたのかもしれませんね。やはりそうそう勝てる相手ではないでしょうから、ああいったシュートも出てきますよね。前半30分を回ろうというところ。ダイレクトで出す。通りません。短く出します。さあ前で味方が待っています。ピンチを逃れました。競り合った。さあ中から行きます。主審取りません。際どいボール。いや際どいな。しかしすっごいシュートでしたね。いや外れましたけどね。これが次のきっかけになるかもしれませんよ。さあ前にいるぞ。キーパーパンチング。コーナーキックのチャンスとなります。パリサンジェルマンこのチャンスをものにしたい。頭でくる。あっと外した。うまくボールが入ってたんですけどね、枠にはいきませんでしたね。本当に絶好機でしたね。素晴らしいコンビネーションを見せたのはパリサンジェルマン。パリサンジェルマン。さあ35分が経過しました。今のところ1点のビハインド。見ている印象ではこう単純なパス回しでのミスがよく目につくんですか。そうですね。得点で負けてますからなおさら目についちゃいますよね。でも確かに丁寧に回してほしいですよね、はい、少し前から比べると相手に中盤を支配され始めているように見えるんですが。そうですね。そんな流れになってますね。ここ止められましたけどね、これでいいと思いますよ。はい、いい形でしたがここはキーパーキャッチします。前半40分を回りました。送ってきた。危ないところでした。ゴール前入れてきた。
く走ります。遠くから行った、これは惜しい。このまま持っていく。カレーさん、ロスタイム5分あります。そんなにありましたか。ロスタイム残り5分です。思ったよりありましたね。あっとイエロー、これは2枚目のカードです。パリサンジェルマン残るは10人となってしまいました。ボールを取りたい気持ちは分かるんですけどね、もう少し冷静に状況を考えるべきでしたね。そうですね。果敢に奪いに行きます。ここで笛です。ロゼフナ、ここで主審に呼ばれています。イエローカードが出ました。ですがフリーになっている選手がいましたからね、あえて止めた形でしょうね。さあこの位置からのフリーキックとなっています。狙うんでしょうかね。なるほど、直接狙った。惜しい。いや北澤さん、狙ってきましたよ。いいキック持ってますよね。ギリギリじゃないですか今の。狙ってますね。モンテリ、ここはゴールなりません。左から攻めます。これは長すぎましたね。さあチャンスを迎えた。ここからのクロス、ゴール正面。おっと長い笛、前半が終了します。そして、北澤さん、はい、それでは前半を振り返っていくわけなんですが、パリサンジェルマン前回勝利していますので、まだ今のところ優位な状況です、はい、トータルではリードしてるんでね、このハーフで仕切り直して後半に挑んでほしいですよね。ざっと振り返ってみましょう。前半9分、エドワール・シセ、チーム待望の同点ゴールを決めました。途中いい形でつなげてましたから、ああいった波に乗れる攻撃ができたんだと思いますよ。それから前半10分過ぎ、おっと今出ていますね、原、チームの不安を吹き飛ばす勝ち越しゴールを決めました。はい、シュートだけでなくね、反応できないほどのスピードで打ち込んできましたからね。しかしボール早かったですね。山形としてはトータルスコアではまだ追いついていないんですけど、いいプレー連発して勢いつけたいっていうところでしょうね。さあ後半両チームどう出てくるのか楽しみです。前半を終えて2対1、モンテリ1点リードで折り返しています。さあ後半戦始まります。いきなりキックオフ、シュートを放ってきました狙ってきましたよね。一人で持っていく、右に送ります。強引に行きます。カット、奪った、右足でゴール前だ。キーパー素晴らしい飛び出しでしたね。そうですね。積極的に行きます。遠目から、うわ、しかしキーパーの反応早いですよね。非常にセービング力の高い選手です。自分で持っていく、通りません。根本、果敢に奪いに行きます。ここからいった、これは大きすぎました。モンテリスペースを潰します。カットします。よく走ります。エドワール・シセ一人で抜き去る、際どいボール、ちょっ
っともったいなかったですね。いい感じですよね。ああやって打っていくっていうことはいいことですよね。エドゥアール・シセ最後に打っていきました。食い止めた。今行きますよ。ここはディフェンスされました。積極的に行きます。ヘッドだ。やっとこれを決められない。モンテリクロスからそして頭で合わせるという攻めを見せてくれました。そうですね、素晴らしい形作りましたね。もうちょっと前までね持ってくるかなと思ったんですけどね。おっとタックル。原根本このツートップにうまくボールが絡み出してはいるんですがもう一歩及びません。ここは精一杯クリアします。さあどうする。おっと決められない。原自らシュートを打ってきましたが何かありますか。そうですね、まあ今のようにある程度ディフェンスラインができてしまいますとしょうがないのかもしれませんね。おっと競り合います。積極的に行きます。さあカウンターいくか。これは大きく蹴ります。クリアです。小さく出して長いキープ力には評判のある選手。右へ太田パスをつないでいく。ドリブルで上がっていく。いい形になった。クリアか。危ないところでした。さあクリアしたボールをまた拾う。右方向へのクロスだったんですがここは合わせられませんでした。ここで動くか。狙ってきた。パンチング。パリサンジェルコーナーキックを得ました。どこへ出してくるか。さあボールが入る。ピンチを逃れました。スペースへ出す。横へ持っていく。さあワンタッチで速攻になる。打って打ってきた。上げてきた。またコーナーになります。ここは集中した方がいいですね。頭でくる。パリサンジェルマンチャンスを逃しました。いやしかしもったいない、しかしこれはわずかに合いませんでした。追う立場にあるわけですが少しずつ攻めに転じている場面が増えていませんか。そうですね、失点するまでは崩されるシーンはありましたけど今はそれほど守備陣が崩れたりとかうまくいかない状況ではないと思うんですよね。さあキッカーはザイゼン。いいところでのチャンスを得ました。選手を変えてきます。まあ交代する選手についてなんですけどねやはりすぐにボール奪われがちでしたしそうなると自然的に攻撃のためも作れなくなるんですよね。際どいぞ。そのまま狙ってきました。いや惜しい場面でしたね。回してパラ今日4本のシュートを放っています。そしてそのうち2つが得点となっています。スライディング中入れた。クリアしました。
さあ後半40分を回りました。いい位置でスローインになりました。またタッチを割りました。まだボールは生きている。後ろからチェック出した。積極的に行きます。おっとこれは激しいタックルです。オープンスペースを使ってきた。この位置からスローインに変わります。最後からの攻めを見せたんですがここは阻まれています。タイミングいいですよね。パリ・サンジェルマンここはしっかりと守りました。パリ・サンジェルマンとしてはこれでいいと思いますよ。読まれました。さあ固まっている。サイド攻撃を見せましたがここは攻めきれませんでした。パリ・サンジェルマン今一つ思うように攻めきれていません。さあ競っていく。おっとそのまま蹴った。ここでタイムアップ。パリ・サンジェルマン今日の試合では敗北を喫しましたがトータルで勝ちという結果を得ました。しかし北澤さん、まあこの試合負けはしたんですけれども2戦終わって監督胸を撫で下ろしているんでしょうね。そうですよね。サポーターも気が気ではなかったでしょうね。それでは試合を振り返ってみます。前半9分エドゥアール・シセ同点となるゴールを演出しました。そうですね。途中で非常にこう正確なパスで起点を作ってましたからやはり前線のフィードが正確であればあるほどチャンス生まれるってことですよね。そして前半11分、ああこのシーンです。原ここで勝ち越しとなるゴールを決めています。ええ、そうですね。シュートもそうなんですけどボールスピードもかなり速かったですからね。いいタイミングで振り切れた証拠ですよね。改めまして試合結果は2対1、パリ・サンジェルマン2回戦進出を決めました。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん本日ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではフットボールファンの皆さんまたお会いしましょう。さようなら。Cover up these scars. Won't fix another broken heart.